はい、こんにちは。今日もビーズをたくさん買ってきたので収納していこうと思います。すごくいっぱい買ってきました。前に買った同じものからちょっと入れていこうと思います。こちらは東方のマルシャービーズ S2107 番。ちょうど2つ東方のこのビーズを入れるとこちらの入れ物がちょうどになります。この入れ物以前も紹介しているんですけど、こちらがですねセリアでも販売されているんですが、山田化学株式会社さんで作られている小物収納 7P ケースというものになります。こちらですね、こちら楽天とかでも取り扱っている店舗がありました。よいしょ、はい、こちらが S2108 番。こちらのピンクのも買い足してきました。 S910F。 こちらが S971 番。こちらが S978 番。こちらが S5F。こちらが S45F。 はい、こちら新しく買ってきました S50。 ではちょっと後にしましょうか。こっちをこれは入れることにします。ごめんなさい、 S2113 これを先に入れます。ちょっと茶色っぽい感じの赤色ですね。そう。こちら S55。こちら S920。 920は買ってなかったかも。買ってたかと思ったんですけど、ちょっとメモを持っていき忘れてたので、2本買えばよかったかな。
954。S47D。S42DS123D。しいやつですね。S957。レンジも可愛いなと思って。S50。これがね、デリカビーズになるんですけど、ここに入れちゃおうかな。茶色っぽい色ですね。S34。
83番。じゃあちょっと大きめなビーズです。ケースビーズ。DP。1番。こちらが DP250番。DP6番。こちらが DP3番。まあね、すごい可愛かったんですけど、1個しかなくて。で、こちらが F13番。
01。こちらは F1 番。F3 番。DP140。最後 DP254。はい、全部片付けることができました。感じに塗りました。綺麗ですね。かわいい。それでまたちょっと作品を作っていきたいなと思ってるんですけど、何せちょっと時間がね足りないので、なかなかちょっと思いつくままっていう感じになるかもしれないですが、今回は私の大好きなビーズの紹介でした。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。購入するときの何かの参考になれば嬉しいです。そしたらまた。